順位変更登記とは、日本における不動産登記の対応の一つで、登記された担保物件の順位を変更することにより、非担保債権の優先弁債権の順番を変更する効果をもたらす登記のことである。登記記録上の順位番号を変更する効果はない。本校では、順位変更の登記のほか、当該登記の変更登記、構成登記、抹消登記についても述べる。 説明の便宜上、次の通り略語を用いる順位の変更は、当事者の合意及び利害関係人の承諾並びに、登記が効力要件である。承諾が効力要件になっていることは、登記原因の日付に影響を及ぼす。順位変更の効力は、当事者及び利害関係人間においてのみ、絶対的なものである。したがって、例えば、溶液権者や、 所有権に関する処分の制限の登記の権利者及び仮登記権利者には影響しない。これは利害関係人の範囲について関連する。なお、順位変更の仮登記をすることはできない。順位変更は登記が効力要件だからである。順位変更登記請求権を保全するための保全仮登記をすることができる11月8日民産5000号通達が、 保全仮登記は1号仮登記でも2号仮登記でもない。したがって2号仮登記もできない。なお、順位変更の請求権を保全するための仮登記は、することができる11月8日民35000号通達、別式載例2から5とする通達もある。また、順位変更の登記申請する場合において、登記記録または登記簿に記録または記載された。 登記名義人たる会社の表示に変更を生じている場合、前提として、登記名義人表示変更登記を申請しなければならない。順位変更の登記は不動産ごとに申請するのが原則であるが、共同担保において、各不動産についての順位変更にかかる担保物件の順位番号及び変更後の順位がすべて同一である場合、 同一の申請情報により一括申請をすることができる12月27日民、高965位名通知第1から1、登記できる担保物件である。すなわち、普通定当権、寝定当権、七権、選手特権である。天定等については、同一の担保物件を目的とする天定当権者間についてのみ、 順位変更をすることができる5月11日民産2 9 8 4号、回答参照。また、担保物件が仮登記である場合にも、順位変更ができ、定等権の譲渡をした、定等権、順位の譲渡または、順位変更の登記をした、定等権及び値定等権についても、順位変更ができるが、一つの担保物件の一部について、順位変更をすることはできない。 値て当権の極度額の増額変更を主当期でした。場合の当該当期が具体例である。なお、未当期の担保物件者を含めて順位変更の合意をした場合、当期が効力要件になっているので当然に無効とするのではなく、当該担保物件の設定当期を条件とした順位変更の合意とすることができる。当期原因の日付については口実。 順位変更の対象となる担保物件を目的とする権利を有する者が該当する。具体的には順位変更の対象となる担保物件につき民法376条1項の処分を受けた者順位変更の対象となる担保物件に対して順位上と放棄をした先順位担保物件者で合意当事者でない者順位変更の対象となる。 担保物件の非担保債権の差し押さえ債権者、仮差し押さえ債権者、質権者、質入りの仮登記名義人、順位変更をする担保物件の移転仮登記または移転請求権仮登記の権利者などである。ただし、上記に該当しても順位変更の対象となる担保物件の順位が上昇しかつ、債権額等からして明らかに利益を得る場合には利害関係人にはならない。 例えば、1番、A2 番、B3 番、C とあるのを1番、C2 番、B3 番、A とする、順位変更をする場合の C に対して、権利を有するものである。B に対して、権利を有するものについては、争いがある。一方、不動産の所有権者、所有権の仮登記権利者、要益権者、所有権に関する処分の制限の債権者、担保物件の設定者、債務者は、 利害関係人にはならない。当期の目的は順位変更をする担保物件を順位番号で示し、例えば当期の目的一番、2番、3番順位変更のように記載する。なお、同順位とする順位変更も可能である5月11日民九2 9 8 4号回答参照。また、同一人に属する複数の担保物件の順位変更も可能である。 登記原因を及びその日付のうち、登記原因は原則として合意である。同一人に属する複数の担保物件の順位変更をする場合、変更である。日付は原則として合意した日または変更した日であるが、当該合意または変更の後に、利害関係人の承諾が得られた場合、承諾の日である12月24日民、高3 6 3十号通達。 また、未登記の担保物件者を含めて、順位変更の合意をした場合、当該担保物件の設定登記の申請日である。よって、順位変更の原因日付は、変更するすべての担保物件の設定登記日語で、なければならない。原因と日付を組み合わせて、原因平成何年何月何日合意または、原因平成何年何月何日変更のように、記載する。 変更後の順位は、変更後の順位第1、第2、第3のように変更する担保物件間の優先弁債権の順位を示し、その横に変更する担保物件を、登記記録に記録されている順位番号で指定する。なお、第何と何番何件の間には、空白を入れなければならない12月24日民、高3 6 3十五通達別使を都合4。具体例は、 以下の通りである。通常の順位変更同順位を含む、変更同順位にする変更同順位から異順位にする変更登記申請人は、順位変更をする担保物件者全員が、登記権利者兼登記義務者となる、工学上いわゆる行動申請を行う。例えば、1番、A2 番、B3 番、C4 番 D とあるのを1番、A2 番、D3 番、C4 番 B とする。 順位変更をする場合、B 及び D は、もちろん、B と D の再見額に関わらず、C も登記申請人となる10月4日民、高3 2 3 5号通達第1から1、登記インターネット47から106ページ。一方、A は登記申請人とはならない。なお、法人が申請人となる場合、以下の事項も記載しなければならない。 法人の代表者の氏名等については、以下の順位変更に関するすべての登記申請につき、同様である。添付情報は、登記原因証明情報、登記申請人全員の登記識別情報または、登記済み証である。法人が申請人となる場合は、さらに代表者資格、証明情報も原則として添付しなければならない。代表者資格証明情報については、 以下の順位変更に関するすべての登記申請につき、同様である。なお、登記申請人の一部が観光所である場合、当該観光所が通知を受けた登記識別情報を提供しなければならないが、申請人の全部が観光所である場合、登記識別情報の提供は不要である。また、利害関係人が存在するときは、その承諾証明情報が添付情報となる。 この承諾証明情報が書面である場合には、原則として作成者が、記名要因し、当該要因に係る印鑑証明書を承諾書の一部として、添付しなければならない。この印鑑証明書は、当該承諾書の一部であるので、添付情報欄に、印鑑証明書と格別に記載する必要はなく、作成後3ヶ月以内のものでなければならないという、制限はない。一方、 書面申請の場合であっても、当期申請人の印鑑証明書の添付は原則として不要であるが、当期申請人が当期識別情報を提供できない場合にはそのものの印鑑証明書を添付しなければならない。登録免許税は担保物件1件につき1000円である。例えば、土地及び建物についてそれぞれ設定された3件の共同担保物件について順位変更をする場合、 6000円となる。なお、当期申請人の一部が国または非課税法人である場合、登録免許税法4条1項の規定は適用されず、登録免許税を納付しなければならない10月31日民38188号回答が申請人の全部が国または非課税法人である場合、登録免許税法4条1項の規定が適用され、 登録免許税を納付する必要はない。順位変更の登記は、通常の変更登記と異なり、常に主登記で実行し、変更前の順位を抹消する記号は記録しない10月4日民、高3 2 3 5号通達第1から3、記録例415。登記官は、順位変更の登記をする場合、順位の変更があった担保物件の順位番号の次に、 当該順位変更の登記の順位番号を確保、付して記録しなければならない。なお、順位変更登記が完了しても、登記識別情報は通知されない。登記申請人は新たに登記名義を得るわけではないからである。順位変更にかかる担保物件についてされた順位上と等の登記は、順位変更によりその意義を失うとしても、 職権で抹消するのは相当でない12月27日民、3965位名通知第1から3。また、順位変更にかかる担保物件の登記が抹消されても、順位変更の登記事項中の当該担保物件の表示を抹消する必要はない12月27日民、3965位名通知第1から4。順位変更登記の変更登記をすることはできない。 この場合、新たに順位変更登記をすることになる10月4日民、高3 2 3 5号通達第1から4。一方、公正登記はすることができる。登記の目的は順位変更登記の順位番号を示し、例えば、登記の目的4番順位変更構成のように記載する。登記原因及びその日付は、原因錯誤または、原因動と記載する。 日付を記載する必要はない。構成後の順位は順位変更と同様に構成後の順位を記載する。ただし、構成に関係のない部分は記載する必要はない。例えば、1番、A2 番、B3 番、C とあるのを1番、A2 番、C3 番、B と構成する場合についての A である。当期申請人については、 順位変更登記と同じく合同申請で行う。ただし、構成によって影響を受けない者は申請人となる必要はない12月27日民、3965位名通知1から2。例えば、1番、A2 番、B3 番、C とあるのを1番、A2 番、C3 番、B と構成する場合についての A である。添付情報は、登記原因証明情報。 登記申請人全員の登記識別情報または登記済み証を添付する。この登記済み証は担保物件設定時のものであって順位変更時のものではない。なお、登記識別情報は順位変更登記においては通知されない。また、利害関係人が存在するときは、その承諾証明情報が添付情報となるが、根拠については、 不動産登記令7条1項5号派であるという説と不動産登記法66条不動産登記令別表25項添付情報炉であるという説の争いがある。なお、承諾書に係る応印及び印鑑証明書に関する論点は順位変更の登記の場合と同じである。登録免許税は不動産1個につき1000円を納付する。 順位変更登記の構成登記は常に不規登記で実行される。利害関係人が存在する場合は、その承諾が必要だからである。なお、登記官は構成の登記するときは、構成前の事項を抹消する記号を記録しなければならない。順位変更の登記が錯誤に寄りされた場合や、登記原因たる合意が無効の場合、詐欺または脅迫。 制限行為能力者の法律行為により合意を取り消す場合、債務不履行などにより合意が法定解除された場合には、順位変更登記を抹消する登記の申請をすることができる。これに対し、合意解除によって元の順位に戻すことはできない。この場合、新たに順位変更登記をすることになる12月24日民、高六百三十五通達別支持都合、 参考事項。なお、順位変更にかかる担保物件の登記がすべて抹消された場合、順位変更の登記は工事をする意味がない登記ではあるが、当該順位変更の登記を申請により抹消することはできないし、職権で抹消できる法令の規定も洗礼も存在しない。これは法の不備であるとされている。 詳しくは登記インターネット52から134ページを参照。登記の目的は順位変更登記の順位番号を示し、例えば登記の目的4番順位変更抹消のように記載する。登記原因を及びその日付のうち、登記原因は昨後、合意無効、取り消し、解除である。日付は順位変更の消滅の効力が発生した日である。 原因と日付を組み合わせて、原因平成何年何月何日解除のように、記載する。ただし、昨後の場合には日付を記載する必要はない。登記申請人については、順位変更登記と同じく合同申請で行う。順位変更に係る担保物件の登記名義人全員が登記、申請人となる。添付情報は、登記原因証明情報。 登記申請人全員の登記識別情報または、登記済み証を添付する。この登記済み証は、担保物件設定時のものであって、順位変更時のものではない10月4日民、高3235通達第1から5。なお、登記識別情報は、順位変更登記においては通知されない。また、利害関係人が存在するときは、その承諾証明情報が、 添付情報となるが、根拠については、不動産登記令7条1項5号派であるという説と、不動産登記法68条、不動産登記令、別表26項添付情報へであるという説の争いがある。なお、承諾書に係る応印及び印鑑証明書に関する論点は、順位変更の登記の場合と同じである。登録免許税は、 不動産1個につき1000円を納付するが、同一の申請情報で20個以上の不動産につき、抹消登記を申請する場合は2万円である。抹消登記は、主登記で実行される。また、登記官は、登記を抹消する際には、抹消の登記をするとと,ともに、抹消の記号を記録しなければならず、さらに、担保物件の順位番号の次に記録された。 順位変更の登記にかかる格好を付して記録された順位番号にも抹消の記号を記録しなければならない。ありがとうございます。